始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タルマ工場のアンドゥです。今回はこちらのゲーム、ロマンスと謎解きというゲームで遊んでいきたいと思います。まあ説明をする前に、てか説明なんていりませんね、見てろって感じです。どんなゲームなのか。ある程度の運動神経が必要な遊具とは。はいはいはい、なるほどね。そう、答えと思ったところをタップして、まず謎解きをしていくわけなんですけれども、じゃあロマンスとは何ぞってところを皆さんにお見せしていきたいと思います。まずこれですね、この鉄棒、この鉄棒で運動しようとしてると。運動神経がない人にとっては鉄棒は遊具という感じがしませんね。あ、なるほどね。確かに俺小学生ぐらいの時永遠に逆上がりできなかった記憶があるな。今ならできるかもしれないけど。逆上がりできる？できなかない。じゃあやってよ。今でしょ。逆上がり煽っていたのは誰？あ、まあこの女の子かな。煽りのプロね。将来多分飲み沢とかに入って、はい、あんたの飲むとこを見てみたいとか言って煽ってしまうタイプですね、きっと。逆上がりすることを煽っていたけれど、なんか変な感じになってしまいました。さあ、逆上がりで発生してしまったハプニングとは。気まずそりゃそうだろ、スカートで逆上がりしたらそうなるって。ちょっと考えたら分かったって。冷静になろうぜそう、こういうゲームです。ロマンスってこういうことですね、きっとずっと触れないでいたけど、あの左上の親父は何？パンツが丸見えになってしまいました。これは恥ずかしい。いやでもまあ、でも待って、左上の親父いたな。それに見られてんのやだな。この一部始終を見ていた人はどんな気持ち？しかも結構でかくない？塀より高いからね。割とでかい親父だけどな。おじさんはずっと同じ表情だった。もしかしたら老眼で見えていなかったのかもしれない。そうであってほしいまあ老眼なら、いやでも老眼でもさ、ギリ見えるぐらいの距離な気がするけどな。さあステージ2かな。その日の温泉はいつと違ってこれが来ていた。ああテレビってことね。ああなるほど、テレビでなんか老舗の温泉の紹介的なことをやろうとしてるのかな。カメラマンがいる。テレビ局が生放送の取材に来ていた。あ、なるほどね。取材ももう終わり、女性はどこから来た？あ、終わったのか。なるほど。ってことはもう温泉の中に入って、女性はどこから来た？え、温泉の中からでしょ。え、そうじゃなくて、あ、やはびっくりした。押すところが悪かっただけか。大浴場の扉を開いて、いいお湯でしたとレポートしてた矢先、その事件は起こった。さあなんだ、何が起きた？放送事故発生、扉に引っかかってしまったら何？緊急事態だ。あぶねえギリギリセーフ、まくったわ。扉にバスタオルが引っかかってしまった。これは一大事、ピンチ。女性が慌てて手で隠したのはあ、胸元ね。これは非常に素晴らしい判断。なんとか放送を正常で終わらせるための女優のプライド。ずり落ちるバスタオルにギリギリのところで手で隠した。しかしその映像はお茶の間に流れな、あ、流れるかことになってしまった。いやでもまあ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 、これぐらいならまだセーフでしょう、きっと。大丈夫、生放送だったのかな。生放送っぽかったら流れてしまったってことはじゃあ今日はこれでやりたいと思います。うん、バイバーイ。皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。